ハローワールドアイシャです。行列の席と和解せよ第13回目の今日は分散共分散行列の4回目最終回でございますイエーイでですね、2回前にこの数式、点値 a シグマ b イコール xa と xb の共分散だよっていうのをやりました。で、前回それを代数的にこういう仕組みなんだよっていう話をして証明というか説明をしてきたと思います。で、今日最終回はこの 共分散っていうものを図形的に捉える幾何的に捉えるっていう見方を紹介したいなと思います。はいというわけでねまあ大変な計算は前回大体終わったんで今日は楽しく図形的に見てみましょうっていう回でございます。じゃあ早速本編の方いってみましょうはいというわけでこの話入っていくんですが今日も今日とてまずは設定と記号の確認からいきましょう。 はい書けましたもうね、話が進みすぎて、設定も記号も2段になってしまいました。まあ、ちょっとたくさんありますが、1つずついつものように見ていきましょう。まず今回もデータを分析しているっていう場面を想定しています。というわけでデータがあります。データには大事な数字が2つあって、まず変数の数とデータの数っていうのは前回しましたよね。その変数の数が N 個の場合は使っています。小文字の N。 でそのデータ変数1個1個を x1、x2、x 小文字の n というふうに名付けました。でこの中で変数 xi と xj の共分散のことをシグマ ij と言って、でこのシグマ ij を n×n 個、素直に並べたものを分散共分散行列といって、大文字のシグマで表しておりました。 で、それに加えて、係数ベクトルとして、a と b っていう小文字の n 次元のベクトルを用意してあって、変数 xa として、a1x1 プラス、a2x2 プラス、点々点 anxn っていう風に、それぞれをね、a1 倍、a2 倍、an 倍っていうのをして足したものとか、それの b バージョンとかっていうのを考えておりました。で、これに加えて、まあデータなんでね、2つ目の大事な数字、データが large n 個あります、今回。で、そんな中、j 番目の変数 xj の I 番目のデータ、これの値を XIJ っていうふうに言います。データってね、普通表の形式でもらうんで、横が J 番目で、縦が I 番目のところにあるものを XIJ と名付けます。もらった Excel をね、そのまま数字を抜き出して行列にしてやると、こんなふうなデータ行列っていうものができます。 で、いつものように行列を見たら縦ベクトルの集まりだと思いましょう。縦に1個ずつ抜き出していって、小文字の x1、小文字の x2、点々点小文字の xn っていうのを用意しております。小文字の x1 は変数 x1 のデータがラージ n 個並んでて、小文字の x2 は変数 x2 のデータがラージ n 個並んでて、最後、小文字の xsmalln は変数 xsmalln のデータがラージ n 個並んでると。まあ、こんな感じになっております。 はい。というわけで、こんなデータ、こんな数字の設定を使いながら、共分散とは内積なんじゃという話をね、また見ていきたいなと思います。はい。というわけで、共分散は内積だよっていうテーマで見ていきたいなと思います。でですね、今日もこんな条件の中で説明していきたいなと思います。はい。というわけでね、前回同様、今回も全部の変数、登場人物の変数は平均がゼロっていう場合でやっていきたいなと思います。 じゃ、この条件で前回やった共分散の計算、ちょっと復習してみましょう。はい、というわけで、書きます。はい、書きました。こんな数式を登場させて、共分散計算してましたよね。1個ずつ見ていきましょう。まず、1個目の式変形は、これは共分散の定義です。共分散っていうのは、xi の中で、その各変数と平均の差、xj の中で各変数と平均の差っていうのを計算しあって、これをかけて足してくださいっていうものでした。 で今回は平均0ですよって言ってるんで、ここが0になって、はい。なんで、いろんなのが消えて、n 分の1かける x の k i る x の kj ってなります。まあ、つまり、これをかけてめっちゃ足したのを n で割ってくださいっていうのが共分散になります。で、これの計算をイメージするために、前回はデータ行列ちょっと書いてみたんですよね。今回もちょっと書いてみましょうか。 はい、こんな風に、まあ、ちょっと中身省略しまくってますが、X っていうデータ行列があったとしましょう。で、この時に、X の KI っていうので K を動かすとどうなるかっていうと、後ろの方の I が固定じゃないですか。というわけで、列を動くことになります。列を動くってことは、これ I 番目の変数の全データを見ることになるんで、はい、こんな風にね、X の KI で I を動かすと、この縦の I 行目のところがバーって出てきます。X の KJ の方も同様で、 い後ろの J を固定して前の K を動かすんだから J 列目がダーッて出てきますで。ちなみに今回はですね、この縦に並べたものをベクトルで表記していて、はい、この部分ズバッと取ったのが XI っていうベクトルだしい、この部分ズバッて取ったのが XJ っていうベクトルでございます、はい。でですよ、じゃあこの計算って何だろうっていうのを考えたときに、前回はね、点値したものを置いてやって、うわ、行列の掛け算だってやってましたが、まあ、普通に冷静に見たら内積じゃないですか。 このシグマの部分は、k が1だったら、x の 1i と x の 1j かけるわけなんで、まあ、この1個目同士をかけます。点点点、l a r n だったら l a r n 同士をかけてるんで、まあ、もうね、これ、ベクトルの同じ位置の数字をかけて足してるわけだから、もう内積です。というわけで、はい。xi っていうベクトルと xj っていうベクトルの内積をとって、それを n で割ると、共分散になります。これがね、データ行列の面白いところでした。 じゃあ前回の計算の2つ目、それも見てみましょう。はい、というわけでね、この計算見ていきましょう。前回の動画の一番盛り上がりポイントは変数 xA と xB の共分算でした。xA って何だったかちょっと一応思い出しておきましょう。それは、こんな風に係数ベクトル a1a2...an っていうのを各変数にかけてやってで、それを合計したものでございました。なので、これのデータを縦にラージエの子を並べたものは、 はい、変数 xA のデータを縦に並べたベクトルは、データ行列 x に係数ベクトル A をかけたものになるよっていう話をしましたね。ちょっと前回同様、変数 xA と行列 x とベクトル A のかけ算見づらいですが、まあ、結構ね、区別できるように大きさ変えて書いてます。で、この xA っていうのは結局、変数 xA の値が縦にビャーって並んだものなんで、まあ、ちょっと記号を揃えて、はい、小文字の x 添え字 A って書くことにしましょう。 すると、この共分散の計算っていうのは、こういうふうになります。はい、かけました。前回も言ってたように、ビャーって式変形してやると、結局、xA と xB の内積を n で割ったものになるんですよね。なんでかというと、共分散っていうのはこの、これの値引く平均かけるこれの値引く平均っていうのをかけて足すんですけど、平均が0だから、値同士をかけて足してやればよくて、値同士をかけてやるってことは、もうもはやこれをもうかけて足すんだから、内積じゃんみたいな。 というわけでね、記号を用意したこっちに変えてやると、はい、結局、一般の場合でも、共分散っていうのは内積で書けます。まあ、ほぼ内積でデータ数 n で割るっていうものになります。というわけで、実はですね、共分散って何回いっぱい書けてた点は、何かこう関わりの度合いなんでしょうって思ってたかもしれないんですが、もうこれ、今日から内積だと思いましょう。内積なんですよ。というわけで、ここまでのまとめ、書きます。 はい書けました共分散っていうのはデータを表すベクトルの内積なんです、うん、まあ、正確に言うとはい、内積の n 分の1倍って感じですはい。というわけでね共分散が内積だとわかるとこんな面白いこともわかりますはい書けました分散はデータベクトルの長さの2乗になるんですこれわかりますか 同同じ変数同士の共分分散散って分散になりますよね。xi の分散っていうのは xi と xi の共分散っていう風な言い方ができます。というわけで、共分散のこの中に同じものを突っ込んだら分散になるんですけど、内積のベクトルが同じものだったらさ、それって長さの2乗じゃないですか。というわけで、共分散は内積で、分散は長さの2乗の n 分の1ばいいっていうことがわかります。 はいというわけでね、この図形の見方がめちゃ面白いんですが、ちょっと1個だけ補足させてください。これさっきも言った通りですね、これ、はす、い、べての変数の平均が0の場合のお話です。はいじゃあ、0じゃないときはどうしたらいいのっていうのを一瞬お答えします。0じゃないときはこれなんですよ。 結局、その平均の値を引いてからかけてやるっていうのが、平均が0だからかけ算だったんですけど、平均が0じゃない場合は、この平均の値を引くっていうことをやってやれば OK です。というわけで、はい、こっちの議論を、X の代わりに、Xi の代わりに、X プライム i っていう、この各成分ね、もともとの Xi からその平均を引きまくったものっていうのを使用してやれば OK です。 xA とか xB の場合もこの、このベクトルから変数 xA の平均を全部の成分から引くとか、こんなうにやってやると、縦に全部足したらちょうど0になるんで、こっちの議論を使うことができます。この時のこの x'i っていうベクトルは、残差ベクトルって言います。なので、一般の場合の話をすると、共分散は残差ベクトルの内積だし、分散っていうのは残差ベクトルの長さの2乗っていう風に言うことができます。まあ、ちょっとね、この動画ではめんどくさいんで、データベクトル、データベクトルっていうことにします。はい。 というわけでここまでついてきた皆さんにはご褒美としてねめちゃめちゃ面白いことを一つお伝えしてこの動画を終わりにしようと思います次の黒板に行きましょうはいおまけ強分散が積ないなら相関はコサインシータなんですよそんな話をしていいいきたいと思いますですでがねもうこれここまで来たらめちゃめちゃ簡単なんでもう最初から証明入っちゃいましょうというわけで変数 xA と xB の相関計算してみましょう はいといとうわけで変数 xA と変数 xB の相関を COR の xA、xB って書きましょう。これコリレーションの略でございます。で相関って定義式が、はい、こんな風に、共分散をそれぞれの変数の標準偏差で割ってやったものです。で、これ、これは内積で、これは長さの二乗なんだから、そのノリに合わせて式変形してやると、 はい、全部 n 分の1がついてますが、変数 xA の分散は、ベクトル xA の長さの2乗の n 分の1だし、変数 xB の分散は、ベクトル xB の長さの2乗の n 分の1で、共分散は、ベクトル xA とベクトル xB の内積の n 分の1になるわけです。で、n 分の1がちょっとなんかいっぱい出てきて邪魔だなって思うわけですけど、分子には n 分の1一個あって、分母には n 分の1のルートが2つあるんで、結局 n 分の1倍ですよね。というわけで、ここは約分できて、 はいちょっと式を整理してやるとはいこんな風にベクトルの長さかけベクトルの長さ分のベクトルの内積になりますけどこれってさ高校の時習ったあれじゃないですか書きますはい書けましたあれってコサイン求める公式ですよねベクトル xA とベクトル x p のこのなす角度のところをタ a b って書いてやると長さかけ長さ分の内積ってまさにコサインじゃないですか だって内積って長さかけ長さかけコサインですからね。というわけで、この超めちゃめちゃ面白い公式、変数 xA と変数 xB の相関が、なんとデータベクトル xA、xB のナス角のコサインなんです。まあ言い換えると、残差ベクトル xA、xB のナス角のコサインなんです。はい、どうですか相関係数ってコサインなんですよ。ちょっと思い出して、相関係数ってさ、マイナス1から1までだったじゃないですか。 これコサインだからなんですよね、コサインもマイナス1から1までだし。で、相関が1の時って、もうデータがべったり一生みたいな感じだったんですが、それなんでかっていうと、このデータベクトル、1個1個のデータを入れたベクトルか、また一般の場合はその残差ベクトルが全く同じ方向を向いてるから、コサインが1になって内積1になるんですよね。それはほぼ同じデータになりますよね。し、相関がぴったりマイナス1だと、べーんとね、符号だけ逆っていうのが、このベクトルで考えるとめちゃめちゃ分かりやすくないですか。 相関0.8とか言ったら角度で言えばこんぐらいかなみたいな感じなわけですよ。面白くない というわけでね相関係数ってなんか0.7超えたら強くて0.3下回ると弱くて0.5で普通ぐらいみたいななんとなくそれでもいいんですが実は c o s ンなんですなす角度の c o s ンを見てるんですよまあほぼだから相関係数って角度みたいなもんなんですよっていうのが分かるとねめちゃ楽しいんじゃないかと思いますなんかこういうのが分かってくるとめちゃめちゃいろんなものの解釈が進むようになりますというわけで相関は コサインシータなんだよっていうのをね覚えていただければと思います最後に魔法の呪文を唱えると共分散は内積分散は長さ相関はコサインでございます はいというわけで今日の動画はここまでです。いつものように面白ければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。いかがでしたか今日はね、分散共分散行列あんま出てこなかったですが、分散共分散行列との和解はだいぶ進んだんじゃないかと思います。次回から、えー、主成分分析とか、あとは多変量正規分布に出てくるこの分散共分散行列とどう戯れたらいいのか、その呪文は 対象行列は直行行列で対角化できるとかねなんかそんな話をしていきたいなと思いますぜひ次回もお楽しみにで下にねコメント欄ありますんでまあ質問コメント感想次も楽しみです見ますとかねあればコメントいただけると励みになるので嬉しいですあとね私ツイッターなど各種 SNS やってるのでよかったらフォローとか、まあ、リプとかね送っていただければ嬉しいですあと電本書きましたそろそろしつこいかも買ってねー はい。というわけで、今日はここまでです。ありがとうございました。次回はね、ちょっとまた変わって面白い動画お届けしようと思います。何かな主成分分析だったか、確か大変量正規分布だったか、どっちかやろうかと思ってます。というわけで、お楽しみに、うん。バイバイ。本来そういうのここで喋るんですけどね、なんか喋っちゃいました。イエーイ今日は、んなんか、今日、今日の私、かわいいですね。 <laughs> いい発見をしました。じゃあまた次回もお待ちしております。バイバイ。